せーの、かなりおみつです。よろしくお願いします。はい、今から8月21日大阪らしい一部ということで、ロックダンサーでの名付き読ませていただきます。はい、今から8月21日アベノロックターンさんでのネットチェキ買ってくださった方の名前を読んでいきたいと思います。はい、まずはきよみありがとうということで、なんかこの日がちょうどあのバニーの日やったらしくて、全然ね知らなかったんだけど、この日教えてもらってリンリンに、はい、急遽バニーのチェキ撮ってみました。へい、どうですか。なんかね、いろいろな日があるらしくて、メイドの日とかツインテールの日とかあるらしいんだけど、はい、こうやってこういうチェキでね、こうやって何清美が買ってくれるから、こういうなんか特別な日もチェキでこうやって収めれるのがすごく嬉しいです。はい、ちょっと可愛くしてみたので楽しみに待っててください。ありがとう。はい、お次がデイビッド6枚ありがとうということで、いっぱいいっぱいいろんな夏をテーマにしてみました。夏1枚はね、バニーの日っていうことだったのでうさぎさんになってみたんですけど、他のねチェキたちは夏をテーマにしていっぱいいっぱい夏の感じを出しているチェキなので、夏、日本の夏な感じをね表しているので、ちょっと楽しみに待っててほしいなって思います。早く会いたい気持ちが増していきますね、これでデイビッドに。はい、届くの楽しみに待っててください。ありがとう。はい、イリナのネットチェック買ってくださった皆様ありがとうございました。それでは、ネクスト。はい、ナリスです。8月21日ということで、アベノロックタウンさんのネットチェックを読ませていただきたいと思います。まずは、エルドッチャン、ありがとう。はい、今回はですね、タイ語講座ということで、フランスに引き続きね、はい。なんか、その時ね、パッと思いつかなくて、タイ語って、タイ語って何があったっけって思ったからね、なんだっけなー、なんだっけなーっていう、ちょっと中指立てちゃった、なんだっけなーっていう感じのね、ポーズにしてあります。はい。この時ほんまに思いつかなくて、何やったっけ、何があるっけってちょっと悩んでる感じの時期になってます。はい。エルドッちゃん、タイ語とか何か知ってる？てか、どっか行ったことある？あ、大学じゃない。大学じゃなくて、外国？うん。僕はフランスが初めてで、タイが、2回目の海外なので、めちゃくちゃ楽しみにしてます。はい、ありがとう。はい、次が、ひょちゃん、ありがとう。はい、今回は、アニマルチェキ、お猿さんということだったので、猿ですね。はい。ウッキーってしてる感じのポーズにしてみました。なんか猿といえば何かなと思って、柿かなと思って、それをね、ちょっと書いてみました。野菜、果物、どっちやろあれ。スイカみたいな感じの。柿書いた。柿です。柿。はい。最近、柿食べてないからな、ちょっと食べたいなと思います。はい、もうすぐでね、秋がやってくるので、嬉しいですね。暑い夏をだんだんと終わらせていくのは、はい。柿、ちょっと今年食べたいなと思います。はい、ありがとう。はい、ということで、8月21日のネタチェキ、アベノロックタウンさんから一部買ってくれてありがとうございました。アベノロックタウンやったっけ？そうや、また。うん。ネクスト。はい、今から8月21日大阪ラッシュ一部のリンのチェキ買ってくださった方の名前を読ませていただきます。まずナルピーありがとうございます。ルーということで、もうねこれしか思いつかなかったのでこれです。本当にふざけてますが楽しみにしててください。ありがとう。はい、そしてハリーさんありがとうございます。ラッシュの意味はあんまり知らんかったんやけど、楽しむって感じなのね。もっともっとはちゃめちゃに楽しめたらいいなと思います。これからありがとう。はい、ということでリンのチェキ買ってくださった皆さんありがとうございました。ネクスト。はい、こんにちは、リアです。今から8月21日一部のネタチェキのめやめやき始めたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ行きます。とうとうありがとう。はい、今回はとうとうと一緒にカフェタイムということで、これをなんか休憩の時とかに一緒に見てもらえたらいいなって思います。ちょっといるっていうことで、なんか
リーはカフェオレが好きなんだけど、あとね、あのてかカフェインが好きなんだよね基本的に。カフェオレも好きだし紅茶も好きなんだけど、トットは何が好きですか？なんかトットの好きなものっていうか、トットのこと全然知らなくて、もうなんか、なんでこんなに知らないんだろうって思うぐらい知らなくて、ちょっとリーは悲しい気持ちになったのね。だからいっぱい知りたくて、これからたくさんで、リーのこともいっぱい知ってほしいんだけど、だからリーのことも質問してほしいし、トットのこともいっぱい教えてほしいんだ。だからこれからいっぱいいっぱいなんか共有していけたらいいなって思います。だったらなんかやっぱ寂しさもなくなるかもしれないし、いっぱいいっぱいトットの中にリーがいるじゃない。だからそれがいいなと思って、これからもういっぱいいっぱいあのトットの中リーが全部埋めていくので、楽しみにしててください。いつもありがとう。はい、以上でリオンネットチェキのメンバーがいたいと思います。買ってくださってありがとうございました。ネクスト。はい、皆さんこんにちは、アイネです。今から8月21日の大阪ラッシュということで、ロックタウンさんでのネットチェキを見たいと思います。まず、トリンちゃんありがとう。はい、最近本当に毎日のように、毎日っていうか 毎回ライブごとにネットチェキ買ってくれてありがとうございます。今回また初めての表情なので楽しみにしててほしいなと思います。やっぱりネットチェキ買ってくれ始めってね、どんなチェキを好きになってもらえるかがすごいドキドキするので、なんかね、最初に結構買ってくれた時が印象的だったんですけど、どういう風なチェキを撮ろうと思って、多分ね1日に2回あるからライブが、そう2回ともネットチェキ買ってくれてたから、ちょっと違った雰囲気のやつをあげようと思って考えてたりしてたと思うんですけど、なんかそういうのでいろんな私を届けられるのが嬉しいです。気に入ってくれたら嬉しいです。今回もちょっといい感じになったんです。前髪がパツンになったしね。ありがとう。はい、お次が千秋、ありがとう。はい、リクエストありがとうございました。あざとい雰囲気ということで全力であざとくさせていただきました。私すっごくウインクが苦手なんですけど、せっかくあざとい系とか言って、でなんか調子乗って自撮りを上げた時にウインクだったので、ウインク頑張って撮りました。2回目で成功しました。でも上手くなったんですよ。なんかね、最初の頃本当に下手くそだったんだけど、しかも下手くそのくせにさ、自分で下手くそって思ってなかったな。そうでね、去年のアットジャムの時に配信ライブもあったんだけど、去年のアットジャムね、たまたまね栄養ショックでウィンクした時に抜かれてたの。やばって思ったけどね、成功してた。だからね、ちょっとこの1年間でウィンクきっと上手くなったんだと思う。ちょっとね、明日アットジャムなんで、もし配信があるんだったらまたね、ウィンクしたいなと思うんですけど、抜かれたらいいな。配信あるのかな、なかったらカメラに向かってやろうかな。ありがとう。はい、お次が2枚買ってくれた犬っ子、ありがとう。2枚もありがとうございます。なんか1枚天井で1枚真面目に写したらいいかなと思ったけど、なんかさすがにちょっとかわいそうだったのでちゃんと盛りました。なんかこっちはリッチリンのあの赤ずきんちゃんになったやつ、なりちゃんのやつ、初めてこのリクエストもらいました。なんかその目のつくところわざわざこれをチェキにするあたり犬っ子やなって思いました。なりちゃんからしたらめちゃくちゃ面白い構図だったと思うのね。ほんまにこんな感じだったと思うね。で私しかも真面目に歌ってるもんやからさ、でも真面目に歌ってるんよ。でもすごい頭に乗っかってくる物体に対してはすごく嫌悪感を抱きながら真面目に歌ってたから、もうすごい表情してたと思うんだけど、なりちゃんは目をそらしてくれて笑わずにいてくれたんで天使ですわ。はい、で私はこれからも日輪をやるたびにあそこを思い出すと思う。日輪をやるごとに、ここをやるごとに、このポーズを取った犬子のことも思い出すかもしれない。これはデレです。はい、今のはデレです。はい、まあやっぱりドアノブとか映しといたらよかったね。ありがとう、気に入ってくれたら嬉しいです。ありがとう。はい、以上です。アイネのチェキを買ってくれた皆さんありがとうございました。ネクスト。はい、今回も買ってくださった皆さんありがとうございます。それでは以上、私たちカフェラビツでした。ありがとうございました。